初代ベッドフォード伯爵、ジョン・ラッセル初代ベッドフォード伯爵、ジョン・ラッセルは、イングランドの帝身、商人、貴族。一階の貿易賞から、チューダー長の帝身に取り立てられ、1539年に、ラッセル男爵、1551年に、ベッドフォード伯爵に除せられた。ベッドフォード公爵ラッセル家の貴族としての祖にあたる人物、1485年に、 イングランドドーセット・キングストン・ラッセルに、ジェームズ・ラッセルの息子として生まれる。ラッセル家は、ウェーマスを中心に貿易商を営む家だった。彼も、貿易商であったが、1506年1月に、ドーセットに難破した、マクシミリアン1世の長男フィリップとその日、フアナの通訳を務め、その功績で1507年にヘンリー7世の宮廷官に取り立てられた。 ヘンリー・パッセイの下でもその地位を維持した。1513年のフランス遠征軍に従軍した。1522年のモルレーの戦いにも参加し、同年7月2日に騎士に乗された。1523年にはナイト・マーシャルに任じられた。1525年のパビアの戦いにも参加。1528年にはドーセットとサマセットのシェリフを務めた。 1529年から1536年にかけてバッキンガムシャー選挙区から選出されて庶民議員を務めた。1538年には数密顧問官となった。1539年3月9日にラッセル男爵に除された。1539年7月には鈴鉱山裁判所長官に就任。また新設の西部辺境評議会長官に任じられ、 コーンウォールはじめ、西部イングランドの統治に当たった。修道院解散でその荘園や土地を次々と奪って、所領を拡大した。ベッドフォードシャーのウォバーガービーの荘園をはじめ、コーンウォール、サマセット、デボンなどにあるタビストックの修道院に属していた30の荘園を獲得した。また、ロンドン中心部のコベントガーデンの土地も与えられた。 バッキンガムシャーマーシャムに屋敷も手に入れた。1540年から1542年にかけては、海軍教1542年から1555年の死去まで王子少将を務めた。これにより、西部での活動より中央での活動が多くなった。ヘンリーパスセイの宮廷では、重心の粛清が相次いだが、彼は処刑されることなく、1547年に、 即位した少年をエドワード6世の知性まで生き延びた。ヘンリー・パッセイの遺言で、エドワード6世を補佐する高官の一人に指名されていた。1549年6月にイングランド西部でカトリックの反乱が発生すると、その鎮圧軍の指揮官として出陣した。ラッセルは反乱鎮圧に手を焼き、事前に西部地域の反乱の目を積んでおく必要性を痛感し、 再び積極的に、西部統治に関与するようになり、庶民院議員選挙にも干渉するようになった。1550年1月19日には、ベッドフォード伯爵に除された。1552年には、コーンウォール党官、デボン党官、ドーセット党官に就任した。1555年3月20日に、バッキンガムシャー・チェニーズで死去した。 一人息子のフランシス・ラッセルが継承した。1539年3月9日に以下の借を新規にノブーされる。1550年1月15日に以下の借を新規にノブーされる。1526年にサーガイ・サップ・コートの娘アンと結婚した。この結婚でジェニーズの荘園を手に入れた。彼女との間に一人息子でベッドフォード博借を継承する。 フランシス・ラッセルを設けた。ありがとうございます。